高瀬剛のズバリ真相です。皆さんはですね、断熱という言葉を知っていると思います。まあ、平たく言うとですね、熱を遮断するということなんですが、この断熱をですね、自分の家でうまくやると、健康も改善するし、それからまあ経済的にもいい影響が出てくる。そしてひいてはですね、地球環境にもいい影響を及ぼすというように言われているわけですね。これは一体どういうことなのかということでですね、今日は自らその断熱をですね、自分の家で実践されています、断熱ジャーナリストという言葉を使いたいと思いますが、高橋正樹さんのお宅にですね、伺っております。高橋さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。高橋さんはですね、もうご存知の方もいらっしゃると思いますけども、これまでにもデモクラシータイムズには2回、ご出演をいただいています。1回目はですね、去年の夏だったんですけれども、広島の平和公園と、ハワイのですね、パールハーバーですね、ここが、姉妹公園協定を結んだという問題について、お話を伺いました。それからもう一つは、去年10月7日にですね、ガザのですね、ハマスがイスラエルを攻撃したというところから始まりました、そのイスラエルとパレスチナの紛争ですね、これが今もう続いているわけですが、そのことについて、ゲストでご出演をいただいたわけです。今話したようにですね、高橋さんはこの国際的な問題にも詳しくて、ハワイの本もお書きになってますし、それから、イスラエル・パレスチナについての本も出されているということなんですね。で、今回はですね、高橋さんがその実践している断熱、これについての本もここ出てるわけです。高橋さん、これはいつ書かれました？これは出版が今年の1月、24年1月ですね。で、これがもう4刷り。そうですね。素晴らしいですね。なかなか本は今売れないんですけども、ここにね、帯がありましてね。これ4刷り目の帯は、池井戸潤氏推薦と。これ大きいんじゃないですか。半沢直樹の。半沢直樹の、ね。池井戸さんもこれを読まれた。そうですね。読んで、やっぱり、ほとんどの日本のほとんどの方はそうなんですけども、断熱性能がそんなに日本の家が低いっていうことにショックを受けたとおっしゃっていただいたんですけども、いろんな方がやっぱり知らないんですよね。それによって、いろいろもったいないことをしているなっていうことがあるので、それをお伝えしたいなと思っています。なるほど。つまりそれくらいですね、家はもう、こういうものだと、皆さんいろんな家にねお住まいになっていると思いますけど、冬は寒いなとか、夏は暑すぎるな、じゃあもう冷房かけよう、暖房を入れようと、こういうことで当たり前のように過ごしてきてるんだけれども、それはそういうもんじゃないよと、もうものすごく改善できると、それを池井戸さんはこれ読んで、やっぱり衝撃を受けたと、そうですね、いうことになるわけですよね。で、今私が来ているこの場所はですね、その埼玉県の川越市にあります高橋さんの戸建ての住宅ということになるわけです。ざっとこう見た感じすっきりとしているんですが、今日はですね、外の、外気がですね、おそらく昼過ぎぐらいには30数度いくんじゃないかと思いますね。私がこちらに来た時もすでにもう30度を超えているということだったんですけども、今ここの中はですね、非常にこう寒くもなく暑くもないというですね、快適な感じなんですね。ここにね、ちょっとその温度計があるんですが、 25.4 度というふうに数値が出ています。そして下にこのある 52% っていうのは、これは湿度ですね。湿度ということですね。で、いろいろお話を伺いたいと思うんですけども、まずね、高橋さんがこの本の中でねお書きになっているので、はっと思ったのが、家の燃費って書いてるじゃないですか。普通車の燃費のことしか頭に浮かばないんですよね。これどういうことなんですか？車の燃費ってみんな気にするじゃないですか。はい、デザインとかだけじゃなくて、やっぱリッター何キロ走るのかなって、それはランニングコストにも関係するわけですから。でも家って車よりも皆さん長く過ごされますよね。で、圧倒的に長く夜も寝泊まりして、長く過ごして、で値段も車よりはるかに高い。にもかかわらず、家の性能って今まで日本で全く議論されてこなかったですし、家の燃費なんてそれこそ売る方も買う方も、貸し借りもそうですけども、誰も気にしてこなかったんですね。でも実は欧米ではこの家は車と同じように家の燃費どれぐらいですよ、
消費エネルギー、この快適な温度を維持するのに消費エネルギーどれぐらいですよっていう、年間で光熱費どれぐらいですよとか、はい、大体目安が書かれて売り買いされてるんですよ、うんうんうん、日本ではそれが全く考えられてこなかったがために、実はみんな損をしてきたっていうことなんですね。まあ、だいたい家を買うにしても借るにしても、間取りがどれくらい、どんな間取りで、部屋がこれくらいは欲しいよね、広さはとかね、はい、それから周囲の環境はこういうとこがいいよねっていうようなことは考えていくわけですよね。はい、だけど燃費はまあいろいろ電気代もかかるけど、まあしょうがないかっていうぐらいの感じなわけですけど、そうじゃない、そこが大事なところがそうですね、目に見えないものってなかなか意識されないんですけど、でも社会の常識になっちゃえば、それこそ車の燃費だって目に見えないはずなのにみんな気にするじゃないですか。そういうふうに日本もしていくべきだなと思っています。高橋さんから見てですね、そのやっぱり日本の家っていうのは燃費は相当悪いんですか。はい、まあ、こちらのグラフにあるんですけども、はい、これちょっとね、これ日本の既存住宅の断熱性能を示したグラフです、はい、でこれ左にあるこの 29% 約3割が全く断熱材が入ってない家になるんですね。なるほど、結構多いですね、3割ですもんね、はい、床を剥いだらすぐ土、それは寒いし暑いしっていうことですね、はい、でそれはさすがにまずいというので、まあ断熱基準っていうのが設けられて、まあ、東京2とか3とかって言われるんですけども、はあはあ、決められて多少断熱材が入るようになったんですけど、それでもまあペラペラのものであったり、施工もずさんだったりして隙間風だらけで、実はその断熱材があんまり効果的に効いてない、ほぼ国際的に見ればまあ無断熱に近いようなレベルの家がこの東京2とか3とかって言われてるんです、はあ、つまりこの無断熱と東京2、東京3を合わせて、まあ、ほぼ 87%、はあ、90% 近い、日本の既存住宅が断熱されてないに等しい家です、はあ、で 13% は断熱等級4ということで、はい、これはいいのかっていう、そうですね、これはかなりいいわけですか。まあ、日本の中では今まではトップクラスだったんです、はい、まあ、国際的に見てもそこそこ断熱されてるというレベルではあるんですけど、はい、じゃあそれが、本当にいいのかっていうのを次のグラフで見たいと思います、ね、この裏からね、これで見ましょうね、はいはい、でこの、はい、先ほど言ったほぼ9割の断熱されてない家は度外視してます、はい、でこれが日本のトップレベルとされていった 13% の既存住宅の断熱等級4という家のレベルです。これは、はい、まあ、家の断熱基準を測る数値 UH と、まあ、別に覚える必要ないんですけど、これは数値が高ければ高いほど外の影響を受けやすいというものですね。低ければ低いほど家の性能がいいということを示していて、各国の基準に比べると日本はやっぱり高いんですよね。でこれちょっと若干分かりにくいのは、地域によって同じ温度を維持するにも断熱性能の数値っていうのは変わってくるわけですね。当然沖縄と北海道とでは必要な数値っていうのは変わるので、段階的にこう、だから北海道ぐらいになれば基準が割と世界と近づいてはくるんですけど、まあ日本のほとんどの人が住んでるのはこの6地域という、東京、大阪、福岡、名古屋とかっていう人口の密集地域なんですけども、その地域で見てみると、この日本の等級4、トップレベルの家は 0.87 という数値で、他の韓国、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランスとか、まあ他の国でも圧倒的に差があるんだという現実ですね。なるほど、これだけどね、さっきのグラフでいくと、はい、つまり日本の中で今 13% ぐらいの割合で、はい、まあいい方だと。そうですよ、一番いいものが、いいものがこ、それでも世界で見たらこの世界と倍以上差があるんだと。ということはですよ、はい、その残り今8割から9割ぐらいの、まあ全然ほとんどね断熱がされてない家っていうのは、もうもっとこれが悪いわけですから、うん、お話になる、グラフに入らないですこれは相当なもんだなと。でもう一つ重要なのは、基準値が違うというだけじゃないんですよ、はい、ここで出されている、まあ、欧米だったり韓国だったりの基準というのは義務化されてるんですね、つまりこれよりこれの数値になったらいいですよってことじゃなくて、はい、これよりも性能の良くない建物、断熱性能をしっかりしてない建物の家は建てたら違法建築になっちゃうんですよ、はあ、でこれが最低基準、はあ、法律で義務化されてるんだということですね。で日本は2024年8月の現在でもこの基準っていうのは
まあ、これまではこの基準が2022年にちょっと変わったんですけど、最近まではこの基準が最高レベルだったので、はあ、義務化もされてないですし、この基準になったらいいよねっていうふうに扱われてきた、はあ、だから性能の違いというだけではなくて義務化もされなかったっていう問題があって、結局先ほど最初に言った無断熱を家を建てても罰せられなかったという、それぐらい差があるわけですね、はあ、それはさすがにまずいだろうっていうのは最近なって法律は変わりまして、来年2025年からようやくこの新築、これから建てる家に関してはこの断熱装置4というのを義務化しようということが、まあ欧米に比べて何十年も遅れてますけども、それでもやらないよりはいいですよね。初めてこのラインが義務化になります。ただそれがじゃあ世界と比べてどうなのかと思うと、まだまだ差があるので、もっともっとレベルを上げていかなきゃいけないよという段階、やっと第一歩が始まるよというのが来年なんです。来年から。だからそれはものすごく国際的には遅れてるんだという。遅れてますよね。これも義務化でこうやっていくんだったらまだしもね、まあ、これこういうふうにということなわけですから、はいはい、そうですね。つまりやっぱり家に対する考え方がなんか全然違うという気がしますよね。で、高橋さんは本の中でね、断熱が日本を救うんだということを言ってるわけですね、はい、まあ、これがどういうことなのかということをこれからまた細かくいきたいんですが、はい、一つはその断熱の鍵を握るのが窓だと、窓、はい、これをある程度ちゃんとこう断熱効果をうまくやるとだいぶ違うということなんですか、はい、そうですね、全く違いますね。窓ってやっぱりすごく、やっぱり壁に比べて薄いじゃないですか、熱の出入り口になります、はい、こちらの図を見てみましょうかね。これでいいですかね、はい、これは夏ですかね、はい、夏ですね、まあ、外の日射が入ってくる場合に窓からの入ってくる割合が圧倒的に高い。こんなに入ってくるんですね、はい、74% はそういうことで、まあ、もちろん他の場所からも入ってくるんですけど、窓は重要ですよ、はい、だから一方冬も、冬場ですね、冬も窓から熱が逃げていくということなので、まずは、暑さ寒さ対策をしようといったら、はい、まあ、まず一歩目をやるのが窓を対策しなきゃいけないよと言われてるんですね。ところが日本の窓は非常に国際的にも性能が悪いので、どんどん熱を逃がしちゃう、それから入ってくるという出入り口になってしまっているのが現状です。なるほど。日本がこんなに要するにその効率が悪いというかね、はい、密閉度が低いわけですよね、はい、これはどうしてなんですか。一つはガラスの枚数なんですけど、もう一つは皆さんあんまり意識されないですけど、サッシの素材に原因があるんですね。日本の、まあ、既存の先ほどの無断熱からその東急3、4も含めてほとんどの窓っていうのはアルミのサッシが使われていると思います。なるほど。高橋さんのお住まい、いや、うちもあのマンションですけど、まあ、またね窓がねいっぱいあるんですよ、うん、東南とそれから西ありまして、確かね、はい、8つぐらいの窓があって、はい、光がたくさんいろんな角度から入るからいいねってそういうふうに考えたわけです、はいはい、ところがねこれがもう20年ぐらい住んでますけど、うん、本当にやっぱりこの西日なんかものすごいわけですよね、はい、本なんかもう白くなっちゃったりぐらいするわけですけど、はいはい、で昔でも僕はあの長崎で生まれましたけど、そんなサッシなんかもなかったんですよ、うん、昭和の、うん、僕らの子供の頃って、はい、だからもう本当木でこうね、はい、あと雨戸みたいに閉めて、はい、風はそこから隙間風が入ってきたりして、うん、サッシになった時感動するわけですよ。そうですよね。だからそれが当たり前ぐらいに僕なんか思ってたんですけど、はい、ね、実は僕もこの取材をするまではもう十数年前まではアルミサッシなんて当たり前だと思ってたんですよ。日本で当たり前ですから。もちろん高橋さん言われるようにそれまで の、あのカタカタいう木のサッシとか、そうそう、あとその鉄のね一回こう錆びちゃって動かなくなるような、はい、あれに比べたら全然いい、便利、便性が軽くて安くて、はい、加工しやすくて気密性も高くて、はい、錆びないと、まあ、いろいろいい面はあったんですけど、まあ、丈夫さもありますよね、はい、ただやっぱり温熱環境に関しては最悪なんですよ。で今あの、こちらの、はい、ちょっとこれ見ましょうかね、世界のですね、サッシの、まあ、素材の割合、樹脂サッシの普及率なんですけど、これは、日本以外の国は今のデータではなくて、もう10年前とかですね、結構古いデータなので、実はもう10年前の時点からこんなに、樹脂サッシの普及率がもう
80% とか 70% とか当たり前になってる。で今データが取られてないのはもうそんなの当たり前だから各国がデータ取ってないわけですよ。で日本はやっと今 26% はでこういうデータが取られた10年前とかはもう 7% とかそういうレベルなんですよね。へでどんどん最近は新築に関しては増えてはこれ新築に関してです。既存住宅を含めたらまだまだ低いんですけど、そりゃそうですね。で新築でもやっとまあ 30% いくかどうかとかそういう状況になって増えては新築に関しては増えてはいる。で樹脂サッシとアルミサッシ何が違うかっていうと熱伝導率が1000倍ぐらい違うんですよ。1000倍ほう。で高橋さんのうちでも直射日光が入ってる時にアルミサッシ触ったら多分熱いと思います。で冬は冷たいですね。冷たいで結露しますよね。もちろんそうですね。でだから暑さと寒さだけじゃなくて結露するとカビが生えやすくなって、はい、でカビが生えるとカビを餌とするダニが増えるんですね。それによってアレルギーとかいろんな体調に影響を及ぼすとか、はい、だから壁の中でも結露をしてそれがいずれあの家の耐久、まあ、木造住宅なんかは顕著なんですけども木の柱とかを腐らせて耐久を下げてしまう、そういったいろんな悪影響をアルミサッシが及ぼしているってことが分かってきたんですね。なるほど。それでまあまずいっていうことで、やっと日本の窓メーカーもちょっとずつ変わってきてるんですけど、それでもまだこの差があるよね。こんなにね。だからイギリスとかですね、はい、韓国は高いですね。そうですね。それからドイツフランス、はい、もう全然ね、はい、桁が違ってきてて、やっと日本は26。そうですね。で中国はこれ2000年の数値なのでもう25年前なんですよね。で参考あんまりならないんですけど、中国は寒い地域と暑い地域がまたちょっとすごく極端なので、寒い地域ではかなりやっぱり進んでるというふうに言われてますね。なるほどね。この裏はこう今度は断熱グレードですね、はい、でそうですね、はい、結局その窓も含めてですね、はい、家の断熱性能が低い住宅だとですね、まあ、ヒートショックの問題とかでよく言われてますけども、はい、それだけじゃなくてですね、いろんな健康の症状に影響を与えてるんだということが分かってきまして、はい、でその人たちがこれ先ほどの言うとその日本で言うとトップレベルだった断熱東京4の家から断熱東京6の家に住み替えたって、まあ、これ鳥取県のデータなんですけども、はい、まあ、自覚症状でいろんなアレルギー症状とか気管支喘息とかそういうものが改善していると、はい、これは他の調査でも明らかになっているので、断熱気密性能が上がって、きれいな空気でカビやダニが少ない家に住むことでもう劇的に健康も改善するっていうことが言われています、ね、これ4から6、はい、そうですね。これ4っていうのは今日本でね、とりあえず今までのところ最高だった、13% 先出てですね。で6なんて今までなかったんだけど、今度は6にすると2022年に初めて4の上の567っていうのを3つ一気にできたんですね。なるほど、はい、これなんかすごいんですけど、これは手足の冷えっていうのがものすごいランクアップしちゃってるわけですよね、はい、だから改善効果があるっていうことですね。僕も実はアレルギー性鼻炎がひどくて子供の頃から悩んでたんですけども、この家に引っ越してかなり改善しましたね。はあ、はい、こんだけ違うってことですね、はい、だこういうことがやっぱり健康にずっと長期的に家はね住むもんだから影響が出てくる。かなり出ますね。出てきます、うん、はあ、その辺はなんかデータみたいなのってやっぱあるんですか、うん、何かこうありますよ、はい、だからそれぞれ症状に応じて今いろんな研究がされていて、例えばその高齢者 の夜間頻尿、まあ、過活動膀胱っていうんですけども、あれって要するに1回夜に行くと夜間頻尿じゃないですか、うん、で僕ぐらいの年齢になると僕もそうですけど、うん、必ず夜起きるわけですよ、はいはい、でそんなもんじゃないのかと思う、うん、もう諦めみたいなのがあるんですけど、夜冬でも寒くないとその、夜間頻尿がもう劇的に減るっていうデータも出てて、でそれが昼間の生産性にかなり影響するっていうことも言われてるんですね。だからそれ夜間頻尿でもごく一つの例ですけど、はい、そういったことももう無数にあるわけですよね。それによって経済的な価値っていうのもだいぶ変わってくるよねっていうことが言われるようになってきて、日本ではそういう研究はまだ10年前ぐらいから始まったばっかりなんですけども、そういうそれでもそういう知見が積み重なってきてますよっていうことが言われてます。なるほど。
でこれ世界のですね、はい、各国の断熱性能の最低基準っていうのがね、はい、ここにあるんですけど、最初にお見せした、あの基準値っていうのは家全体ですね、壁とか屋根も含めて家全体の性能の、はい、基準値だったんですけど、はい、窓だけを見ても性能の数値っていうのがあって、はい、まあこれよりも性能の悪いものを作っちゃいけます、使っちゃいけませんよっていう基準値がやっぱり欧米を中心にあるわけですよね。やっぱり日本はない、今もない。これがね、そう、韓国結構すごいですね、やっぱりね、日本よりもいろんなことがいいな。そうですね、まあ韓国もやっぱり寒いくなりますから、はい、で、あの向こうはオンドルって言ってその全館暖房が当たり前じゃないですか、はい、でそれをやるにはやっぱちゃんと断熱してないとエネルギーも抜けてっちゃうし、ちゃんと温まらない、あるいは光熱費がすごくかかっちゃうっていうことがあるので、そういう、まあ全館暖房が当たり前のような地域では断熱もセットでやるのは当然という発想なんですね。で日本の場合は一部屋だけ仕切ってそこだけを温めるとか涼しくするってことをずっとやってましたよね。それは局所暖房というんです、局所冷暖房というんですけども、それって、その部屋だけはいいかもしれないけど廊下に出たらすごい寒いとか脱衣所は寒い、めちゃめちゃだ、そういう温度差で血圧がダメージを受けて血管がダメージを受けてヒートショックで倒れちゃうとかっていうことにつながるので健康には実は良くないんですね。でそれを WHO は2018年に、勧告を出していて、全室冬は18度以上保ちなさいっていうことを言ってるんです。でそのためにはただ暖房するだけじゃなくて断熱とセットでやらないといけませんよっていうことを言ってるんですね。でそれがその全室18度っていうのは日本の場合は、ほとんど保たれてないっていうことが明らかになってるんですね。なるほどね。これいろいろ年間の冬季の死亡者数とかが書いてあってですね、冬季の死亡割合の増加率なんですけども、これはあの、はい、夏とかに比べて冬場どれぐらいの方が亡くなっているかっていうのを県別にまとめた割合の数値で、一番割合が少ないのが北海道なんですよ。あ、そうなんですか。はい、ほう、意外だと思うんですけど、あんなすごい寒いところだから なんか冬場にですね、なんかこうショック死するんじゃないかみたいに思ってしまうんですが、はい、違うんですか。なぜ少ないかって言うと、やっぱりちゃんと断熱してるから。北海道ぐらい寒くなるとやっぱりちゃんと断熱しないと本当に命に関わるので、る、断熱された家が日本の中では比較的普及してきたんですね。ところが、他の地域はですね、一番ワーストから見ましょうかね、まあ、栃木県、はい、茨城県、北関東結構危ないですね。結構寒いのに油断してるんですね。うちは寒くない。なんか分かる気しますよね。で、夏場とかすごく暑くなっちゃったりしてね。そうです。寒暖の差結構激しい。それに住宅がこう追いついてない。追いついてないですね。まあ、認識してないですから、断熱しなきゃっていうのがやってこなかったんです。まあ、これは2014年のデータですけども、今もそんなに変わらないと言われてます。東京あたりはどこなんですか。東京は比較的まあ上から10番目の。まあ、ただ、じゃあ東京は、ワーストの方じゃなくてよかったなって安心することじゃなくて、はい、冬の寒さで北海道よりも東京の方が人が死んでるってことはもうそれだけで問題ですよね。そりゃそうですねそれは逆に言うと北海道ほど対策しなくてもちょっとやれば防げる死だったり病気だったりするわけですよ。なるほど。それによってダメージ受けちゃってる人がものすごく多いっていうのは損失だと思いますし、亡くなる人だけじゃなくて寝たきりになっちゃう人とかって家族も大変じゃないですか。本人ももちろんですけど、だからそういうことをね、ちゃんと対策すれば防げるんだってことをぜひ知ってほしいなと思いますし、今は熱中症も、断熱してない家が多い地域はやっぱり多いですよね。だからそれは夏も冬もすごく実は影響してくるんだなということですね。日本の家って、理不尽なんですよ。だからその理不尽、そう、裸になる場所が一番寒いっておかしいじゃないですか。本当ですよね。あの風呂に行く時が一番大変になっていて覚悟いるわけですよ、ね、覚悟いるわけですよ、うん、でそこにこう風呂場のとこだけねこう、上がったところにですね、一応またヒーターかなんか持ってくるけど、でも暖房を入れてるリビングルームほどは暖かくないから、もうまあある 2,3 分間我慢すると。そうですよね。ああ寒い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 とかって言ってやってるんですよ。で寒いから余計お湯の温度を熱くしてて、お湯の温度が熱いと一気にこう血圧がまた下がるんですよね。
寒い寒いって上がったところが一気に下がっても気を失っちゃうと。なんかあのヒートショックですよね、いわゆる ね。その数字があってですね、はい、この本の中に出てくるんですけど、はい、65歳以上が風呂の中で溺死する人毎年5000人前後と、うん、まあ、これも要するにそういうこう、そうですね、上がり下がりのね、まあ、交通事故の2倍ぐらいすでに、ね、交通事故の2倍、はい、すごいですね。で入浴中に倒れた死亡も加えると1万7000人、うん、はい、そうですね。だからヒートショックっていう診断のされ方は医師はしないんですけど、はい、心臓の血管にダメージを受けて倒れたら心筋梗塞とか心疾患というふうになるわけですね。脳血管だったら脳血管って診断されるんで、はい、ヒートショックっていうふうにならないんですけど、まあ、トータルでその影響を受けてる人が1万数千人か2万人近く毎年いるだろうと推計されてるということですね。2万人というと、まあ、東日本大震災の、いやもうそういう数字になります。大変なこと、それが毎年出てるわけですよね。で今熱中症もものすごく増えてます。で以前は熱中症って一時治れば OK って言われてたんですけど、重症化するといろんな後遺症も出るんだっていうことが分かってきたので、熱中症も問題で、熱中症の場合はエアコンつければある程度解消できるんですけど、みんなエアコン嫌いですよね、うん、そうなんですよね。直風が当たる、直風ずっと当たってるとなんかこうやっぱり鼻炎、冷房病みたいな、ね、冷房病になったり、なんかだるくなったり、うん、眠くなったり、仕事の能率は落ちるわ、うん、で皆さんエアコン嫌い苦手っていう方がね、まあ6割ぐらいいるんですよね、アンケートだと。でも、エアコンが嫌いなのはエアコンのせいじゃなくて断熱がされてないからなんだっていうことになるわけです。この本の中に、ね、出てくるのが、はい、要するにバケツに穴が開いてんだと、日本のこの断熱に関しては、はい、だからその穴の開いたバケツに水をガンガン入れてる、これはまあ例えば一種の、まあ、冷房であるとか、あるいは冬場だとこれ熱を入れてるんだけど、はい、そのそこからボコボコ漏れてるから、うん、もうめちゃくちゃ、それはまさに燃費の悪さ、うん、でもそんなもんだとこう日本の多くの人は思い込んでってしまってますよね、うんうん、でもそうじゃないんだと。そうですね。だからエアコンが嫌いだからって止めて夏場倒れちゃうような人が増えてるんですけど、だちゃんと断熱されてれば、今あのエアコンで2階のエアコンで我が家冷房してますけど、そんなに嫌じゃないですよね、雰囲気的に。そうですね。だそういう家が増えれば夏場の熱中症も減らせるっていうことになると思います。なんでエコハウスかっていうポイントをちょっと説明したいんですけども、はい、まあ、こういう吹き抜けがあるじゃないですか、うん、普通の断熱されてない家で吹き抜けがあると冬すごく寒いんですね、うん、暖気が全部上上がっちゃうんで、うん、でただエコハウスって周りがしっかりこう断熱されてる、うん、壁と屋根と天井と床ですね、それから窓、ちゃんとこう、まあ、断熱って熱を断つって書くんですけども、はい、外の影響を受けないようになってるので、うん、それで中はどんどん開け放っても室温が変化しにくいっていう、そういう仕組みなんです。むしろどんどん開け放って一つのエアコンでの空気をこうやって、まあファンがあるじゃないですか、こうやってこう循環させることで、はい、いろんな部屋に、の温度を一定に保つっていう仕組みなので、どんどんこう空間を広く使えるっていう、そういう特徴があるんですよ。ということはね、これ壁の中も全部断熱が入っていて、はい、それからこの家の天井ですよね、はい、このつまり向こう側になるんで、はい、屋根のところね、そこもからこの壁も全部要するにこう断熱材で囲ってあると、はい、この箱自体を、はい、ということですね。そうですね。でそれでここが吹き抜けになってて、エアコンはなんか1台しか使ってないっていうんですけど、はい、夏使ってるエアコン、このエアコンは冬用で冬だけ動いてます、はい、で夏は2階に、階段の近く上がったところにあるエアコンだけを使って、うん、その冷気を家全体に回してるっていう仕組み、だから今1階は全く冷房してないという状況ですね。今すごく快適なんですよね。今日は外の気温が30度をもうやっぱり超えてるんですけども、入ってきた瞬間にすごい寒いという感じじゃなくて、本当にこうちょうどいいぐらいの感じのこう体感なんですよね。だそれが今話があったように、つまりこの1階のエアコンではなくて2階のエアコンということは、このエアコンの空気がそこから出てきてるってことですか。そうですね、ここと階段と2箇所から
なるほど。であれでファンで回してると、ね、はい、結構なでもこれ広さですよね。1階と2階これから2セットになりますけど、そうですね、大体30坪ぐらいあるんです、まあ、一般的な2階建ての家と同じぐらいで、間取りとしてはここがまあなんていう LDK 的になるんですか。そうです ね, ね、はい、で廊下があって階段があってだから、はいはい、それをたった1台のエアコンで、まあ、ごく普通の大丈夫家庭用エアコンなんですけども問題ないですね。なるほど。これ普通の家だったら当然上のね熱射がすごく来るだろうし、そうですね、光もあるしっていう感じで、やっぱり1回エアコンつけないと暑くなっちゃいますよね。あ、うん、すごいね。これやっぱりちょっとね、であと窓とかが、そうですね、すごく特徴的なんですけど、やっぱり重要なことは2つあって、ガラスの枚数とサッシの素材なんですね。でこれはまあ、触っていただければ分かるんですけど、夏も冬も全く外の温度を別に暑いとかそういうことも影響を受けないので、樹脂製のサッシですね。あ、これ樹脂なんですね。はい、アルミだとやっぱり熱伝導率が1000倍ぐらい違うんですよ。樹脂と？そうです。だから、まあ、冬はキンキンに冷たくなるし、そうね、夏は暑さを伝えるし、で、まあ、結露もしやすくなるっていう仕組みなので。大抵の家はまあアルミサッシですよね、はい、ね、はい、でこの今触った感じ、このなんていうの、寒く冷たくもなく暑くもない、うん、はい、この感じが大体年間同じくらい。そうですね、はい、もう真冬でも同じ、結露もしないですね。でガラスが3枚入ってるので、やっぱりガラス面の性能もやっぱり全然日本のものと違うという。これ、まあ、今、うん、いいものは日本でも出てるんですけども、当時この家が建てられた10年ちょっと前は、これ日本になかったので、ドイツから持ってドイツ製の窓ですね。なるほど。ドイツだとこういうのはごく当たり前、当たり、僕は当たり前ですね。どんな建物でも、もう今新築だとか改修するときは必ずトリプルガラスの樹脂だし、全然珍しくはない。はあ、ちょっとこちらね、近くに寄ってもらいたいんですけど、ここで見るとだから2つなんかこうね銀のね、あれが入ってますけど、 ここにガラスがまずあって、で1センチぐらいのこう枠があるじゃないですか、はい、でそこの間のところにもう1枚入って、でまた向こう側に1枚入ってるっていう、そうですね、ガラスが、はい、こんなになってできてるので、やっぱ日本の薄い窓とは全然やっぱり性能が全然違います、物が違うんですよね。はあ、なるほど。で冷蔵庫のドアみたいなこうがっちりこう気密性もしっかりしてるので、隙間風とかもない、入ってこない。なるほどね。はあ、3枚、これ2枚だとやっぱ違ってくる。そうですね、2枚だと性能がちょっと落ちますよね。へ、うん、3枚ぐらいあると全然違う、はいはい、ただ日本の場合はまだガラス1枚のアルミサッシみたいな窓も結構多いので、いやいや、それはやっぱすごくもうほとんど外みたいな温熱環境で、いや大体そうじゃないよこれそうなんです1枚ですよね。そうなんです、2枚っていうとこそんなに多くな い, いじゃあそれどうすればいいかっていう話もあるんで、はい、後でそれも紹介します。既存住宅でやれることもあるので、はい、はい、であとは特徴としては、まあ、はい、窓の向こう側に壁が張り出してますよね。あ、そうだ、本当だ。それが断熱材、はい、外断熱材が、10センチぐらい入ってるっていうので、10センチ、このつまりこの幅ぐらい入ってる、この幅向こう、そうですね、ぐらい入ってるわけです、はい、それから内側にもやっぱり10センチぐらい別の断熱材が入っていて、内側と外側で断熱20センチぐらい合計で、これは断熱材、断熱材間にその鉄筋かなんかが入ってる、鉄筋じゃないんですけど、まあ、まあ木の柱とあとその構造材っていう、まあ、地震に強い棒のでサンドイッチみたいにこうなってる、ね、そうですね、内側だけでないし外側だけでない、はい、そうですね、それでかつ窓が30、はい、柱の外側にこういう断熱材がついて、断熱材ってこれですか。そうですね、これね、それはロックウールというですね、鉱物資源が原料になっているものですね。なるほど、結構な幅だね、やっぱこれくらいないと。そうですね、ミニチュアなんですけど、うん、あ、こういう、あ、素材としてね、はい、あ、こういう感じね、ロックウールっていう鉱物資源が、まあ、天然素材に近いものですよね、原料になった断熱材ですね。なるほど。これはこの厚さが、これ全部断熱材ね、うん、そうですね、この厚さが でここに壁が来るわけね、内側には、この内側に今度別のセルロースファイバーって、これは新聞紙が原料になった、これまあ自然素材みたいな、はい、そこにこうシロアリが
入ってこないように、あの蜂酸っていうものを混ぜて、入れてると。あと燃えにくい加工をされてる。うーん、なるほど。実際僕工場も行ったんですけど、日本でも、あのもう製造していて、本当に古新聞というか新聞をそのまま裁断して使ってるっていう、うん、それもリサイクルになってるもんね。そうですね。それだとで床は無垢の、カバザクラって桜の木ですね。これだとやっぱりなんか違うんですか。そうですね、まあ温かみを感じやすいとか、まあやっぱりご飯フローリングとかだと冬にひんやり冷たくなっちゃうの で、うん、そうですね、やっぱり違いますよね。それからまあ、壁もそうなんです。壁は漆喰なんですけど、まあ、必須条件ではないんですけど、エコハウスっていうのはただ断熱気密がしっかりしているだけというよりも、室内の建材できるだけまあ自然素材に近いようなものでやるっていう方がこう望ましい。でやっぱり日本の大量生産されてる住宅だとビニールクロスとか、やっぱ接着剤いっぱい使われたりとかっていうのがあるので、そうするとやっぱりシックハウスの原因にもなっちゃうので、だから一時期その気密性の高い家はシックハウスになるみたいなことが日本のメディアで言われてたことがあるんですけど、それは断熱気密だけを輸入してきて、いろいろ化学物質の建材をそのまま使ってたらそれはおかしくなるよねと。ヨーロッパではそんなことないわけですよね。ちゃんと自然素材と断熱気密っていうのはセットで考えられているので、やっぱそこを総合的に目指さなきゃいけないのかなっていう面はあるかと思います。で壁はホタテ貝を潰した漆喰、ルナ漆喰という。触っていいですか。あ、どうぞどうぞ。はい、なんか柔らかい、ね、そうですね、こう優しい感じの素材ですよ ね、 ですね。で調湿性能があるので、冬は乾燥しすぎず、夏はまあ、割と湿気を吸ってくれるような効果があると言われていますね。この足の感じっていうのは冬場もこんな感じですか。そうですね、全く同じですね。私が初めてその見学した時、もう真冬だったんですけども、まあ、夫婦ともに裸足で過ごして、全然問題なかったので。普通はフローリングはそんな裸足で、そうですね、とてもできないよ、ね、そうですね、過ごせないんだけど、それやっぱり衝撃でしたね、私。なるほど、はい。あ、ちなみにこちら玄関なんですけど、はい、玄関土間があって、これだけ玄関の土間と、まあ、脱衣所風呂場が近いと、はい、やっぱ普通脱衣所って寒いんですよね、でもうちは真冬でも脱衣所20度以下にならないので、全くそのヒートショックの心配とかもない状態ですね。これ全部上から来たエアコンのこの、はい、今はね、今はそうですね、これも同じように保たれてるわけですね。そうですね、でそんな温度差ないと思うんですけど、うん、普通の日本の家ってできるだけ締め切って、はい、そこの部屋だけ涼しくしたり温めたりすると思うんですけど、うちはこういうドアは一応あるんですけど、ほとんど使わずに開け放って、はい、まあ、同じ温度を保つようにしているということですね。なるほど、はい、お、なるほど、お、はい、2部屋向こうとこっち。そうですね、ちょっと特殊な作りで、ここはもともとモデルハウスだったんで、ここ長い廊下に長テーブルがあって、壁とか窓の断面が展示されてたりして説明してたような部屋なんですけども、今はまあ洗濯物を干したりとか、あとまあ収納とか本棚を置いています。でここはエアコンが動いていて、まあ、ご覧の通りそんなガンガンこう出してるって感じではないんですよ ね。このエアコン一つで今のこの空気の感じですか。そうですね、家全体を冷房してると。なるほど。で外が40度の時もまあ同じような状態で、室温もまあ25度、6度、その辺を全室維持できるっていう全館冷房というんですけども、それが断熱がしっかりしていれば特殊な設備を使わなくても大丈夫ということですね。まあトラックがいっぱいあって、はい、すごくうるさいんですね、音。ああ、なるほど。幹線道路が走ってるわけですね。70前後。まあ閉めるとこういう感じで。
倍ぐらい違うんですよ。まあ、半分近くまで。そうなんですよね。でも今のこのなんていうかな、こう体感的にはね、うん、開けた時にわーっと入ってくる音とがほとんどカットされる感じ。そうですね。耳で聞いてる感じのね。はいはい。そうなんです。それぐらいこう差があるんですよね。あ、これ気にならないですね。これだったら、ね、近くがね、大きな道路があったとしてもね。はい、そうじゃないとなかなか、その逆にだからこういう家が増えれば騒音問題とかも減るんですよね。外の音も入ってきづらいですし、室内の音も出てきにくい。まあ、うちは子供が泣いたりするんですけども全然気にせずに暮らせるんで、子育て世帯とかにも非常に優しいかなというふうに思いますね。確かに昔ピアノ殺人事件とかね、ピアノの音がうるさいとかつって殺人事件が起きたりとか ね、うん、そうですね。今も気を使う人とか公園をね、うん、作るなとかっていうので問題になったりするじゃないですか、うん、子供の声がうるさいからとかっていうの、うん、そういうのもやっぱり起こりにくくなる。そういうことですよね。子供が公園で遊んでても、まあ、家がこうやって断熱してたら遮音もだから効くってことだもんね。そうですね。結局そうですね。はあ、そうなんだ。すごいね、うん、これ一石難聴っていう感じですね。そうですね。だから温度だけじゃないんですよね。湿度もあり音もあり、まあ、あと物が少なくなるっていうのは、あのうち収納少ないんですけども、それで住んでるのは、やっぱ冬も夏もあの冬用の分厚い布団とかいらなくなるんですよ。あー、そうなんだ。そうか。だからあのあと除湿のためのなんか湿気取りとかいろんな、実はその真冬にこう寒いからモコモコのこうね、なんか、はい、いろんな服とかあるじゃないですか。買うしね、いらなくなるんですよ。ダウンの布団とかね。そうですね。一番寒くてももう1枚ぐらいでね、せいぜい。へえ。ほとんど年間通じて問題なし。すごいね。だから結局この今25度 54% ってあのあそこに出てますけど、はい、あれが真冬でもそんな、あ、まあ25度は、ね、湿度が 54%。 そうですね。で24度ぐらい、24度3度ぐらいだよね。だからほとんど変わらないので、窓際、窓、この大きい窓のそばで寝てたら絶対普通の家だと寒いんですけど、うちは全然そういうこともないですし、で空間も実際のスペースよりも広く使えるっていうこともメリットですよね。なるほどね。タンス置くとかね、なんかいろいろ詰め込んだりとか、うん、そういうこといらないもんね。そうなんですよね。で温度、湿度、音とかでやっぱり思ってた以上にやっぱり今までストレス受けてたんだなっていうのはこの家に住んで感じましたね。温度なんですけど、うん、これは表面温度計なんですけど、はい、まあだいたい205度あって、はい、であの温度計って普通の家だとこの辺にあるじゃないですか、 1.5 度メートルぐらいと、はい、この辺の温度が25度でも、うん、大体はあの天井と床の温度って違うんですね。ははは。で温度ムラが多ければ多いほど人は不快に感じるんですけども、ははは、うちの場合はまあ他のとこ測ってもあんま変わらないですね。壁も25度、床も25度で天井はどうかって、まあ、25.、まあ、0.5 度ぐらい上がりますけど、そんなに変わらない。なるほど。でほぼ一定なので、よりその同じ25度っつっても快適性が高くて、でさっき言ったようにエアコンによる温度ムラとか、このここだけさ足元だけ寒いとか、そういうことがないので、まあ、快適に過ごせるという。ロフト、ロフトってやっぱ夏めちゃくちゃ暑いじゃないですか、ね、天井付近だいたいそうなりますよ、うん、もう過ごせない、長く入れないもんね。そうなんですよ、ね、今日だってでも30度多分 ね、 そうですね、もう超えてると思いますが、普通のお宅であれば今日でも結構暑いと思います。ああ、全然変わんないこれ、うん、うわ、こんなロフトがあるんだ。ちょっとしたところにも今ロフト付きみたいにして、そうです、ね、住宅ありますけど、はい、ああいうところかっこいいとか言って、ね、夏場行くととてもじゃないけどそうなんですよ、使えなくなっちゃうもんね。そうなんですよ。それはで、まあ、屋根に太陽光が持ってて、まあ、あれはパーコンなんですけども、それで停電の時ちょっと太陽光から電気が取れるとか、へえ、本当はね蓄電池とかがあるともっといいんでしょうけど、うちはついてないですね、うん、ただまあ昼間の電気はほぼ太陽光で自給自給なので、なるほど、できてますし、まあ、エアコンは基本その温度が変わっちゃうと、温度が30度ぐらいになっちゃうと、うん、そこから下げるのってちょっとパワーがいるんですけど、うんうんうん、まあ、ご覧のようにほとんど動いてるか動いてないかみたいなレベルなので、本当にしないですね。普通はなんかパーとか音が、そうなんですね、車の、 あの5速運転とかみたいな感じであんまりパワー使わないんですよ、一定 の、 あのエネルギーを
維持して室温を維持するためだけであれば、そうすると1ヶ月間つけっぱなしでも電気代が5000円とかぐらいにしかならないので、ほとんど負担にはならないですね。今温度設定何度ぐらいにあれば？今 27.5 で、普段2人だけの時は28度ぐらいにしてでも問題ないですね。なるほど、うん、それで25度ぐらいに保たれてるってことですね。そうですね。へえ、いやいや、でもそんなに出力上げ、だから出力上げると不快になるからやっぱりエアコンが嫌いになる、うん、ああもう大体そうですよ。で温度ムラも起きるし、足元ばっかり冷たくて頭が熱いとか、部屋全体に行き渡らないとか、いろんな問題が起きるんですよね。ただそれは実はエアコンの機能のせいじゃなくて、はい、家の断熱性能がダメだから、なるほど、機械じゃカバーできなかったという問題なんです、ね、エアコン、みんなね、エアコン嫌いとしてはそこは分かってないんです。僕もそうだ、分かってなかったんで、あ、エアコンのせいじゃなかったんだって、ね、衝撃でしたね。そういうことか。いや、僕もエアコンの風が苦手でね、はい、だからつけたり消したりとか、うん、あと扇風機で少しこう引っ張ってきてとか、うん、なんかいろんなことやってるんですけど、はい、相当優れるものなんですね。そうなんですよ。エアコンっていうのは日本のエアコンの性能は世界でトップですね、うん、ただエアコンだけでは、逆に建物がダメなところをいかに機械でカバーするかっていうので独自の進化を遂げてきたのが日本のエアコンなので、今はだって人によって温度、違う温度を出すみたいな機能があったりするんですけど、そもそも建物がちゃんとしてればそんな機能はいらない、ね、なくてもいい。やっぱ限界あるんですよね。建物がスカスカでどんどん作ったエネルギーを漏れ出してしまうっていう建物を作ってる中で、機械で何とかしようっていうのは限界があるっていうこと。効率悪いしね、はい、それこそバケツの穴が開いてるのに水ガンガン入れてるっていう、はい、そういう状況ですよね。はい、うん、まあ、機密性について詳しくは後ほど紹介したいと思うんですけども、はい、まあ、断熱性と機密性が高い家って、うん、なんか息が詰まりそうとかよく言われるんですよ。そうです。でもそういう感じしないですよね。うん、全然ないです、はい、っていうのはやっぱり断熱気密と換気っていうのは常にセットなので、うん、効率よく中の空気も入れ替わって CO2 濃度とかも高まらないようになってるんですね。でその仕組みの、まあいろんな仕組みがあるんですけど、我が家で使ってるのはこのダクトレスの換気装置っていう、お、これが壁の中に埋め込まれてて、はい、まあ、2個セットで1階に2個、2階に2個、我が家は4基入ってる。でもっと複雑なシステムを使ってる家もあるんですけど、我が家はもうすごいシンプルで、家 の, 壁の中にこう換気装置が埋め込まれてるだけ、ね、これはじゃあ空気を入れ替わってるわけね。そうですね、常にこうこの中でこう、まあ、ここフィルターがあって、その奥にファンがあって、はい、ファンが、まあ、ちっちゃなファンが回転して24時間ちょっと見せてもらう、新鮮な空気を、はい、入れてると。だからこのフィルターがあるんで、外の排気ガスとか PM2.5 とかがカットしてくれる。だから室内の空気は、外が汚れてても室内はきれいなんですね。でこっち側に溜まっていく CO2 も、はい、それを逃していくようになってるっていう、ね、そうですね、そうですね。これ大事なことですよね。気密性が高いっていうのはいいんだけど、ずっとそこ で CO2 が溜まったら、これはだから心臓部みたいなものです。なるほど。で、すごいエネルギー使ってるわけじゃなくて、ここで回ってるファンっていうのはテレビの待機電力ぐらいの3ワットぐらいなんで、ほとんどまあ微弱なもの。音もだってこれ回ってるわけなんか。そうです、そうです。全然音がしないんですよ。これ開けてみますけど、ここにファンがずっと、手を当ててみると風が来ますよね。ああ本当だ、はい、でも全然これ閉めたら音もしないし、そうですね、そんなブーってくる感じもないし、はい、そうです、なるほど。そうか、ここでも本当重要なとこですね、うん、これがないと気密だけね、気密性だけ高めりゃいいってもんじゃないから、はい、でもう一つこの換気装置にはコツが、コツというかポイントがあるんですけど、これが換気装置で、はいはい、まあ、壁の中にこの筒が、まあ、これちょっと我が家の短いですけど、さっきのはこうなってるわけですか。そうですね、このファンの先にこの筒が埋まってるという、それだけなんですよ。でこの筒は何かというと、セラミック製の、はい、筒で、まあ、蓄熱効果がある、ほ、まあ、石焼きビビンバの石みたいなものですね、鉱物なので。でそれが、2つセットで機能してますと。で外はこれ冬の場面ですけども、はい、寒い外が4度ですと、室内が21度ですと、はい、でその空気を、
換気しますと、うん、でもどんだけこう、ね、うん、高気密高断熱であっても外の冷たい空気が入り続ければ、はい、やっぱり室温下がっちゃいますね、うん、だから換気をして新鮮な空気にするということと、はい、断熱気密で温度を保つということは矛盾した行為なんです、うん、でそれをうまくやろうというのはこの装置の熱交換という仕組みなんですね。でどういうことをやってるかというと、片方から入って片方から出るということをやるんですけど、70秒ごとにその流れが逆回転になるんですよ。でなんでそういうことをするかというと、はい、でこれはあのそのこの筒ですね、はい、蓄熱エレメント、はい、冷たい空気入ってきます、はい、で今度逆回転すると室内の暖かい空気を通して外に排出します、はい、でそれを繰り返しているうちにこっち側がだんだん蓄熱してくるんですね。暖かい空気で温めます。だからそのうち、この外の冷たい空気そのままじゃなくて、まあ、4度20度だとしたら、はい、20度の温度は来ないけども4度じゃなくて10度とか12、3度とか温められて入ってくるので、室温低下率がすごく少ないですよと。で例えば我が家は外が0度の時に、まあ、エアコンを止めて、12時に寝ます。で朝8時に起きてエアコンつけるんですけども、はい、温度低下が1度管理とかそれぐらいしか変わらない。それはこ の, あの熱交換換気のおかげなんです。で新鮮な空気を維持しながら温度低下を温度の変化を緩やかにする、そういう仕組みなんです、ね、でしかもここ自体にファンはさっき言ったように回ってますけど、うん、はい、微弱な電気しか使ってなくて、ここ自体には一切エネルギーを使ってないのですごくあのまあ合理的ですよね。なるほど。でしかもシンプルなので本当ですね。ここ面白いなと思って。よくできてるな。そうなんですよ。これがね。はい。でそれを温度の変化を体感してもらう。はい。まあ、実験って言うと大げさですけども、こっちが室内側だと思ってください。はい、こっちが外だと思ってください。はい、で冷たくはできないんですけど、はい、まあ冬のケースを想定して、はい、あちょっと一回ね、はい、こっちに蓄熱をしないと。はいはいはい、機能しないので温めますね、はいはい、で今度は、はい、ちょっと冷気こっちからまあ冷たくはないんですけど、まあ送風を送るので、こっちからどんな空気が出てくるかっていうのを感じてもらいたい。こっちに触ってみたいと思います。別に熱くはないですよ。熱くはない、はい、こっちを流した時にこっちから何が出てくるか、はいはい、流します。おお、こっちと比べてみてください。違いあります。おー、全然違う。あったかい。あったかいですね。うん、だいぶ違う。はい。あー、たった数十秒温めただけでなるほど、これだけ温度が違うわけです。あー、なるほどね。はっきり分かるね、これ。はっきり分かりますよね。分かる分かる分かる。まあ40秒ぐらいでしたけど、ここに蓄熱したものが、はは、今度はこっちから入ってきた。ちょっと温められて出てくる。で夏は逆ですよね。室内が涼しいので、外の熱風がそのまま入ってこずに、ちょっと冷たくされて出てくる。はははは、こう行ったり来たりするってことね。そうなんですよね。それで変わってくるわけです。で、これ結構面白いなと思ってて。すごいですね。すごいローテクじゃないですか。うん、ローテクだけど、まあ、ドイツでもう何十年も前から使われてるもんで、特殊な最新設備でも何でもないし、そういうのこうすれば何でもこうエネルギーでね、うん、空調するっていう考えがちなんですけど、ね、日本だと。なるほど。違う方法あるよね。もともとのそのやっぱり物質の性質みたいなものを利用しながらやるということですね。そしたら最小限のエネルギーで効率よく快適に過ごせる。すごい。で我慢でもないし、エネルギーの浪費でもないし、日本でやっぱり我慢か浪費か二択で考えちゃうから、だから原発嫌いだから私はエアコンつけませんみたいなことをやってる人は結構いるんですけど、いやそれは体に悪いし、それはそうだ、うん、違う方法ありますよっていうので知ってもらいたいなと思って、すごい、まあ、これはだから断熱気密された家じゃないとつけられないんですけど、あ、なるほど。でもあの今の住宅より快適にする方法ってリノベでもいろいろあるので、ちょっと後ほど紹介していきたいなと。
いろいろと家の中をこう見せてもらって、例えば窓はこうなっているとかですね、部屋の中はこういうふうな工夫があるとかですね、そういうのを見せてもらったんですけど、はい、おそらくこうこの断熱の家にですね関心を持つ人もいると思うんですよ、ね、はい、だけどそのお金はどうだとか、どんなふうな投資、それから運転資金がいるのかとか、その辺はちょっと教えていただけますかね。そうですね、まあ、新築の場合ですけども、こういうそのエコハウスを建てる場合ですね、まあエコハウスとは先ほど言ったように断熱等級が567とかあるので、はい、どれにするかによって値段ももちろん変わりますし、あとそのどちらかというと、ね、断熱そのものというよりは、まあこういう建材ですね、床の素材とか壁の素材、内装材何にするかとか、そういうものにやっぱりお金がだいぶ変わってくるので、そっちの方の開きの方が大きいんですけども、一般的に新築で断熱等級を先ほど言ったその日本の今までの基準であった4から6にするのにはまあ100万円ぐらいの差と言われてるんです。今ちょっと物価が上がってるんでいろいろ一概には言えないんですけども、でプラスそのこの家はさらにその上の等級7っていうクラスなんですけど、等級7に4からするにはやっぱり2、300万かかると言われてますけど、ただ家全体の値段が2000万3000万という規模なので、それからすると1割2割増ぐらいだと思っていただければと思います。純粋に断熱だけで考えればっていうことですね。だから本の中にはね、最低限必要な断熱性能にするには70万円程度から効果が出てくるということなんですが、これは何ですか。例えば窓とかそういう、まあ、新築住宅の外窓の仕様をアルミからこう樹脂に変えるとか、そういうもので、まあ、70万から100万ぐらいって言われてるんですけども、それぐらいちょっと上乗せすれば全然性能が住み心地変わるよと、うん、そういう話ですね。例えば一戸建てでね、もう20年も30年も住んでるとか、はい、あるいはマンションでももう30年住んでるとか、はい、とこれをその全部外側もですね、うん、断熱材で覆うっていうのはまあなかなか大変だったりするわけですけど、はい、じゃあ窓を変えるだけでもだいぶ違うってことなんですか。リフォームの場合はやっぱりその元々が等級4がより下の住宅が多いので、だそこからこう等級6にいきなり上げようとするとかなりやっぱりハードルが値段的にもかかっちゃうわけですよね、うん、はい、でただ今よりも快適にする方法はたくさんあって、その中で最もコストパフォーマンスが優れているのが 窓、特に窓の内側にもう一個窓をつける内窓という方法があるんです。それによって、エアコンの夏も冬も、まあ、少ないエネルギーで同じ温度にできたりとか、結露を減らせたりとか、いろんな効果があるので、ぜひおすすめしたいなと思ってます。それはさっき見せてもらいましたけど、30になってるじゃないですか、ガラスが。やっぱり30ぐらいにしていった方がいいですか。例えば、まあ、既存の外についてる窓がアルミサッシの窓が1枚だと、もうすごくやっぱりキンキンに冷えますよね。で結露もする。でそこにペアガラスの樹脂サッシの内窓っていうのをつければ、まあ、ガラスの枚数だけで言うと3枚になるわけですよね。なるほど。だから、まあ、全く性能がじゃあね、ドイツの、まあ、これは気密性がすごいね、と同じかっていうとそうとは言えないんですけども、うん、でも今までのものとは全然やっぱり性能が変わってくるので、しかも外窓じゃなくて内窓の場合は、まあ、そんなにコストもかからないので、はい、費用対効果が非常に優れているというものでおすすめですね。もうそれはもう目に見えて前の家とは違うなという感じ。あ、もう劇的ですね。なかなかそこで体感したことない人にとっては、そんな内窓、その吐き出し窓とかって大きい窓だと10万とか15万とかするわけですよね、はい、で内窓に15万とかって、って思われるんですけど、つけた方で僕の知り合いは結構つけてあのいるんですけども、つけた方で後悔してる人は一人もいないんです。ほう、あ、こんなに違うのかってみんなさん驚かれる。つまりこう効果が分かるわけですよね、体感的に、ね、体感がもう劇的に違うので、へえ、今はなんでもっと早くやらなかったんだよってみんな言うわけです。そうなんですか、うん、そしたらもう窓でこれだけだから、うん、もうちょっと余裕が出たらじゃあ壁も全部変えちゃおうかとかね、うん、まあ、いろいろこう段階を追ってまた上げていくこともできるっていう。そうですね、リフォームの場合おすすめなのは、まあ、まずは窓を全部やっていただく、うん、で夏対策であれば壁っていうのは面積がやっぱり家の中で戸建てだと多いんですよね。だから壁は一番お金かかるので、壁よりも夏対策であれば天井の断熱、天井の上に断熱材を敷き詰める
工事をすれば劇的にやっぱさっきのロフトの厚さとか2階の厚さっていうのが低減します。それから冬対策を重視したいんだったら床を先に断熱する。それはまあそれぞれ、まあ、家の大きさにもよりますけども、はい、30万から50万ぐらいで1戸建てできちゃうので、はいはい、コストパフォーマンスで、しかも初期投資支払って終わりじゃなくてランニングコストとして返ってくるというか削減確実にできるお金なので、はい、未来への投資になるわけですよね。なるほどね。長く使えば使うほどお得になりますし、将来のお金とか健康が心配な人ほど今断熱しとくっていう考えが必要かなと思いますね。なるほどね。これずっと長いことこう使っていると、うん、まあ、要するにその電気代も相当減ってくるでしょうし、はい、高橋さんのところは、大体年間の、はい、まあ、年間というか月々の電気代ってどれくらいかかってるんですか？はいはい、僕が住んだ頃は2017年からなんですけど、うん、その当時電気代今より安かったので、うん、1ヶ月間エアコンをさっきのようにつけっぱなしにしてても、エアコンだけじゃなくて全ての電気代引き込みで3000円台だったんですよ。で今はちょっと電気代のベースが上がってるんですけど、うん、まあ、5000円ぐらいですね、夏は。で冬はもうちょっと上がって7000円から8000円ぐらい。それでも一般の家庭からすると金額だけで見ても安いと思いますし、プラスその全寒冷暖房ってね、どこに行っても我慢してないっていう状態なので、健康度とかトータルで考えると、ただ電気代下げようと思って電気代をメインにしちゃうと我慢の方に走る人がいるんで、うちは500円だよとかっていう人いるわけですよ。でもそれで我慢してて健康害してもしょうがないじゃないですか、うん、でまずは全館暖房できる環境を作って、その上で光熱費をあまり上げないで快適に住めるよっていう、それがやっぱり大事なのかなと思いますけども。エアコン1台ですよね、はい、でここ30坪の家で2階建てと、うん、はい、それが1台でいいと、はい、これは最初には少しお金かかるかもしれないけど、はい、ずっとこれが5年10年20年、まあ、家って長く住みますよね、はい、そうなってくるともう当然ここのところの月々の支払いなんか考えたらもうカバーできてくるというか。そうですね、電気代、回収できるっていう、まあ、ガス代も含めてですけれども年間のこの、まあ、電気代ガス代が10万円程度で収まるっていうことなので、今後もっとね猛暑が進んでくると差が開いてくると思いますね。なるほど、うん、高橋さんのところのね、そうやってそのやった結果ですね、はい、外気温とのね違いっていうのがここに出てる、はい、これは冬ですね。これは冬ですね。2023年の1月で、ちょっとこのメモリーの値が違うので分かりづらいんですけども、はい、まあ上が外気温、下が室温と考えてください。ほうほうほう。で上はこれメモリーが10度から2度なってます。ああ、なるほど、はい、4度、5度ぐらい、まあ、2度から8度ぐらいに結構差が変化してますよ、はあはあ、でも室温はこれ25度から21度あで大体 20度下回らないんですよね。あ、本当ですね。これは一室だけじゃなくて全館大体同じような気温なので、はあ、寒くない。なるほど。一部屋だけ寒いってこともない。なるほどね。夏はこれは23年の8月、これが下の目盛りが28度で上が34度、やっぱ大きな変化があるわけですけども、室内はこれ上が 27.5 から25度、だいたい26度前後を推移していると。あ、これ安定してますね。はい、そうですね。ちょうど今の時期がね、はい、こういう感じの時期だと、はい、変わらない。これはありがたいですね、本当に。こう入ってきてやっぱり全然違うんですよね。でそれがずっとこの感じでいくっていうのはね、ありがたいなと。そうですね、思いますね。温度にストレスはすごく少ないですね。本当ですね。で今みたいなですね、はい、そのやっぱりこう安定した、はい、その室内温度が保てる、はい、でその投資したお金がどうなのかっていう、はい、とこですね。これどんなふうに読めますか？これが、まあ、鳥取県作ったグラフなんですけども、はい、これ省エネ基準っていう、先ほど断熱等級4で国が推奨してきた基準の家ですね、はい、まあ、建築費は安いけどもランニングコストが高いから、まあ、これはだいぶ95年って長いスパンで切ってますけども、はい、時間が経てば経つほどランニングコストでトータルでお金がかかっていくということですね。で、これがあの鳥取県が、はい、まあ、3種類推奨しているレベルがあって、そのうちの2番目、鳥取県の G2 というクラス、うん、まあ、断熱東京でいうと大体6ぐらいの数値なんですけど、うん、6よりちょっと上ぐらいかな。で初期投資の費用は高いです。で、うん、高いというかちょっと上がります。で、
一般の人はここの金額だけで見るわけですけども、うんうん、ランニングコストも合わせてみればこの15年ぐらいのスパンでですね、はい、支払ってる総費用が逆転するわけですね。それ以降ずっと差が開いていくと、使えば使うほど得になると。なるほど。一般の人は初期投資の費用だけで見てるんですけど、実はランニングコストで払ってる金額の方がトータルで見ると、家一軒分より高くなるっていうことをもっと知ってほしいなと思いますし、健康の効果だけじゃなくて、光熱費だけで見ても、光熱費とかメンテナンス費だけで見てもですね、はい、確実に元は取れるんだ。むしろそ将来のお金とか健康が心配な人ほど最初に断熱をする方が得ですよっていうことを新しい常識にしたいなと思っています、ね。まあ、だから若く、比較的若い時期に家を作るときにやっぱりかなりこれを考えてやると、まあ、長くそれだけね住めますから、ね、ここの差が開いてきてかなり得になってくるな、はい、ということもあるし、まあ、それはリフォームでもまあ考えとしては同じで考えていたって、内窓をつけるっていうこともこういうことに関係してきますから、そうです、ね、新築だけではないということを知ってほしいなと。あと それなりの年齢がいった人はもう先は自分はあんまり長くないからまあいいやと考えがちなんですけど、うんうん、それでもまあ、これをやることによってひょっとしたらね、健康がまた少し回復する可能性もあるということですよね。まあ、例えば家が寒すぎるとその健康が悪化して健康寿命が短くなる、寝たきりになっちゃう時間が早くなるとか、認知症が、あったかくすると認知症予防ができるとかっていうデータも出てますので、もうあと短いんだから何もしないっていうんじゃなくて、少しでもね健康寿命と実際の寿命を の差を縮められるように、今からでもできることをやっておくっていう姿勢が大事なのかなと思いますね。なるほど。内窓のついてのデータは後で、画像で見ていただきたいと思うんですけども、実際その私が昔暮らしていたかみさんの実家の、脱衣所が寒いのでそこに窓の内窓をつけたんですよね。そうするとまあ見た目はそんなに変わらないんですけども、熱画像で見ると、やっぱり内窓をつけた部分は、まあ、冷たくなくなってる。内窓をつける前はその窓の部分がキンキンに冷えてるので暗い画面になってるんですけども、それが大きく変わってることが分かるんですけども、なるほど、ね、内窓一つでそれだけ効果があるということなので、ぜひやってほしいなと。であと補助金も今今年度に関しては出てるので、ぜひ見積もりを取るときに補助金どれぐらい出るんですかというのを確認して、だいぶお得に設置できるようになってます。それはいいですね。いろいろ調べてみたいと思いますけど、ここにね本の中に書いてある、例えば室温と骨折捻挫との関連では平均室温が14度 C 以上の住宅の居住者に比べ、14度 C 未満の住宅の居住者は骨折捻挫が 1.7 倍も多くなってる、2倍近いんですけど、そんなに変わってくるんですか。やっぱりその床が冷たいと筋肉が硬直して転ぶ確率は高くなっていて、で転んで骨折して寝たきりになっちゃう人とかの割合が高齢者の場合すごく多いんですよね。ヒートショックのことばかり言われますけど、それだけじゃなくてさまざまな健康状態に影響していて、寝たきりになるとやっぱ家族の大変さもありますよね。これは大きいですよね。だからやっぱそのなんかこうバリアがあってね、段差に引っかかってみたいなことをよく言うんだけど、やっぱりつまり筋肉が硬くなるとか動きが悪くなることによって普通だったら転ばないところで転んじゃうという、いうことですよね。そうですね。ここのところはなかなかわからないですよね。そうですね。つまり冬場はやっぱり相当硬くなっている。それがこの室温を一定にできれば緩和できるんじゃないかと。そうですね。それが全館暖房の価値でありますし、あとはやっぱり局所暖房でその寒い部屋でこたつだけで温まってる方も結構いると思うんですけど、こたつに入ると出たくないので動かなくなるんですね。で高齢者が動かなくなるとよりやっぱり認知症の率とかが高くなってしまうので、そういう意味でもやっぱり全館暖房してる家の人の方が歩数が圧倒的に多いということもデータとして出てる。そうなんですか。やっぱり気軽に歩けますよ、ね。なるほど、確かにね、あの部屋行ったら寒いから行かないとか、そうなりますよね。結構それって1日の歩数にすると変わると大きいんです。なるほどね。そういう本当に細かいことだけどそういうことになってくるんでしょうね。でこういうことが以前は本当にこの断熱と言われてもというね、もう10年ぐらい前はあんまりそんなことも言わなかったと思うんですけど、
相当なんか変わってきたんじゃないかっていうね、高橋さんのね実感としてあるということなんですね。そうですね、私もだからこういう取材を十何年前からしてるんですけど、当時は周りの人に断熱って言ってもピンとこなかった人が圧倒的に多かったんですけど、最近やっとあそうだよねって言ってくれるようになって、ただまだねその冬のものだと思われてるっていうところがあるので、実は夏もすごく効果があるよって、むしろこれだけ暑い中で、天井に断熱したらこんなに2階もフロフトも涼しくなるんだよってことは世の中の常識にはまだなってないんですよね。そこは変えていきたいなと思いますし、で社会の制度としてもやっとそれこそちょっと言いましたけども、義務化が始まる、来年始まるとか、断熱東京の4よりも上が出てきたとかっていうのは本当ここ数年の動きなので、やっと動き出したっていうことなんですよね。でそれによって基準もだいぶ変わってくるでしょうし、実はもう一つ全然まだ世の中的には知られてないことで、賃貸も含めて、売り買いする、借りる、貸し借りするという、場合に、一番最初に今日のお話あった、ね、エネルギーの燃費、建物の燃費ですね、それが表示されるようになってきてます。ほうほうほう。ただヨーロッパと違ってヨーロッパは義務化なんでもうつけなきゃいけないんですよね、でも日本は努力義務ってよく分かんない中途半端なものなのでつけなくても罰せられないんですよ。だからそういう中で、一応表示はこういうこの建物の燃費性能どれぐらいですとか、光熱費の目安年間どれぐらいですとか出る基準はできたんです。でもほとんどの建物が特に賃貸に関しては、ちゃんと調べてないから貸し出す側の方がまだ表示できないっていうケースが多くて、今すぐ賃貸の不動産屋さんに行って燃費性能の高いのを見せてくださいって言ってもほとんど出てこないんですよ。だからまあ制度は始まったけど実質機能してない。ただそれが世の中の多くの人が関心を持って、一般の消費者とか家を借りる側の人がどれぐらいこう燃費性能とか断熱性能いい家に住みたいです、借りたいですっていうことをどんどんこうプレッシャーをかけるというか言うようになることで、あこれは経済的価値があるんだと、今まで家借りる人はそんなこと聞かないじゃないですか、それが内窓がついてるお部屋ありますかとかっていう人が増えればやっぱり気にしますよね。そうですね、それがビジネスになるんだって分かればもっと一生懸命やるようになるのかなと思いますし、はい、なんかこの冊子の話でねこの本の中で出てくるんですが、樹脂冊子っていうのがこれが非常にいいということですけど、2011年が 7% だったと、全住宅のね、それが21年は 31% に増えてるっていうことで、これ相当増えましたね、4倍以上増えてる、年間100万組だと。で他のメーカーも販売を開始しているということで、それから YKK がね、まあ冊子メーカーとしては大手なんですけど、トリプルガラス窓も開発し始めた。こういうところの変化がやっぱりメーカーサイドもそうなってきてる、そうですね。トリプルガラスは今他の窓メーカーも開発してますけども、今やっぱ普通になってます。で最初に言ったように10年前はこういう窓は、日本にはなかったっていうかね、一般的にはなかったんですけど、今お願いすれば取り付けてもらえるようになってきたので、そういう意味でも冊子メーカーの変化っていうのも大きいかなと思いますね、この10年間で。なるほどね。こういう家のことをエコハウスとよく言うんですが、普通エコハウスといった時に例えば自然素材を使っているとか、エネルギーは自給してますよ、太陽光発電使ってますよとか、エアコンがありませんよとかっていうことをなんかついエコハウスと言うんですけど、まあそれもその条件なんだけども、高橋さんはそれだけじゃないんだということをおっしゃってますよね。まあエアコンはねむしろあった方がいい、あった方がいいです。エアコンが嫌いな人はエアコンない方が、ね、エコハウスだみたいに言うんですけど、エアコンって実は冷房にしても暖房にしても非常に効率よくエネルギーを転換してくれるものなので、しかも先ほど言ったように日本のエアコンは性能が非常に高いので、うまく使ったらすごく効率よく快適にできるんです。ただやっぱ断熱がされてないと無駄にロスしちゃうので断熱しましょう。でエコハウスの条件としてはやっぱ断熱気密がしっかりして外の影響をできるだけ受けないように中の室温を保ちやすいこと、それから換気ですよね、中の空気を常に換気ムラがないようにきれいにし続けること、それから日射の
直射日光を入れないとか、それから冬はできるだけ太陽光を取り込むとかっていうことで太陽のコントロールをする、そのあたりがエコハウスの条件だと私は言ってますね。でそれによって最小限のエネルギーで、快適に暮らせるというそういうことになりますので、いくら自然素材、まあ、自然素材は大事なんですけど、自然素材は大事なんですけど、いくら自然素材でもスカスカで冬寒くて夏暑い暮らしになっちゃうとやっぱり体にも悪いし、快適な暮らしはできないよねってことになっちゃうので、バランスが大事かなと思いますね。だからあれですよね、そのエアコンガンガンつけなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。でどっかからやっぱ漏れてるから、うん、そのどうしても温まんないねとかね、うん、なかなかそれなかなか冷えないねってなると、はい、ちょっと室温下げてそれから強にしてみたいになって、ね、ブワーッときてそれでちょっとなんかまたアレルギーが出てきたりとか、はい、なんか具合が悪くなったりとかっていうのがもうずっと繰り返されてきてるんだけど、要するにエアコンだけに全部を任せちゃいけないっていうか、うん、全体のバランスの中でそのエアコンをうまく使うとこれはものすごいいいってことなんですよね。まあ先ほど見ていただいたようにあんまりこうガンガン吹かしてないですよ、ね、全然音がほとんどしてない。でも出てるか出てないか分かんないぐらいでもちゃんと断熱されてれば室温を維持することはそんな難しくないので、エアコンのイメージはガラッと変わると思います。なるほど、うん、高橋さんがこの家に住むようになったきっかけは何だったんですか？僕は全然 そもそも戸建てに住みたいとか買いたいとかっていう意識は全くなかったんですけど、たまたま、まあ先ほど言ったように省エネ だけど快適にほとんど冷房暖房エネルギー使ってないんだけど快適に過ごせる、僕は非常に寒がりなので、はい、いいなと思って、ただ話だけ聞くとピンとこないんですよね。だから実際体感してみようということで東京近郊の、はい、宿泊体験できるモデルハウスを探して、はい、たまたま、この川越にあったんですね。ほうほう、で泊まらせてもらって取材のためにこのモデルハウスに泊まった、うん、ここ実はモデルハウスだったんですよ。あ、そうだった泊まったんですよ。ほうほう、で冬最初泊まって、無暖房だったんですけどすごく あったかいというか快適で、こんな世界あるんだ、で今度夏どうだろうって気になるじゃないですか、はい、で夏来たらやっぱりロフトも暑くないとかっていうことがあって、2回泊まって、で、あ、こういう家いいなって当然思ったんですけど、まあその時は自分は住むつもりはなかったんですけども、その時にそのこの家を作った工務店の社長さんが、高橋さんこの家どうですかって、僕取材で来てるのに売り込みをわけですよ。何言ってんだこの人って思ったんですけど。本当ですね、フリージャーナリストってね、普通は疑いますね、これなんだと買収されるんじゃないかみたいな。高橋さんもよくわかると思うんですけど、うん、フリージャーナリストのビビたる収入で ね何か裏があるんじゃないかとかローンなんか大丈夫かなっていうのもね、含めて思うんですけど、でもまあよく考え、まあいろいろね、中古のマンションに住んでリフォームしてとかいろいろ調べたんです、その半年ぐらい悩んだんですけど、でもやっぱり当時は少なくともこのレベルの建物にモデルハウスとして何年か使ったんで多少安くしてもらったんですけど、住める機会ってなかなかないな。でやっぱり世の中に誤解があるわけですよ。建築家の人も含めてちゃんとしたエコハウスに住んだことのある人はほとんどいなかったので、まあ断熱された家は夏は暑いとか高気密だと息が詰まるとかいう人が、プロの人も含めて結構いたんです。今だいぶ減りましたけど、でそういう中で自分が住みながら世の中に情報発信することでもっとこういう家を新築だけじゃなくてリフォームも含めて当たり前にする社会を作りたいなっていうふうにこうだんだん思うようになってきて、それでこの家にまあ買って住むようになったと、そういう経緯があるわけですよね。まあ、まだまだねこういうやエコハウスっていうのは全体の住宅の量から言ったら少ないとは思いますけども、はい、しかしこれが一つ一つこうだんだん増えていけば、うん、やっぱりその、まあ、家から出ているエネルギーというか無駄なエネルギーが減るわけですから、そうですね、かなりこう外気とかですね環境に与える影響は相当出てくるというふうに考えていいんですか？だから今までそのまあ光熱費だけじゃなくて無駄になったってたのはエネルギーも無駄になってますよね、でそれはやっぱり脱炭素に逆行する話ですから、うんうん、やっぱりどんどんこう作ったエネルギーを捨ててしまってるっていろんな意味でもったいないし、将来的に環境負荷は高まってしまうことにつながるわけですよね。それからまあ家の寿命ってことを考えても、ちゃんと温湿度が一定で、建材がしっかりしてて結露の少ない家って耐久性も高いので、
ゴミ問題というかね、社会に対する、まあ、家の建て替えって相当なゴミが出るわけですよね。でゴミの焼却場も2040年ぐらいに結構全国もういっぱいになるって問題になってるんですけども、そういう問題にも考えるのでは非常に重要かなと思いますし、さまざまな意味で環境負荷とかサステナビリティという意味でもやっぱりエコハウスって重要になってくるかなと思います ね。あのこれ日本がねどれくらい そのエネルギーをその輸入してるかっていうのがあるんですけど、18年の化石燃料輸入費が 19.3 兆円っていうのがあるんですね。もともとエネルギーの自給率が低くて、これがまあ 13.4% ぐらい、2021年の調べですけどね。で化石燃料を輸入するんだけど、これがもう20兆円近い。でところがその後の円安とそれから化石燃料の高騰でですね、22年は 33.5 兆円と、これ1世帯あたりにすると61万円を超えてるんですよ ね、はい、だから相当そのこのままこんなことやってたらどん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 また増えていくだけなんだけど、まあそれはいつか限界も来るだろうし、でそれで快適になってるかって言っても全然快適になってなくて、でやっぱり、ね、僕なんか思うんだけど、こんなに昔は暑くなかったよねって。でそれは確かに地球の温暖化っていう問題があるんだけど、まあ、これはなかなかそのじゃあ これがこうしたからって言いにくいじゃないですか。ただ我々の生活レベルで考えた時に間違いなくもう各部屋にその冷房を入れるようになった、うん、電車だって昔は各車両に電車冷房なんかなかったんですよね、うん、僕が東京に来た頃って、うん、50年前ですけどね。でどこに行っても快適な冷房が夏は効いているっていうことが、その冷房がを動かすために放射してる熱がめちゃくちゃすごいじゃないですか、うんうん、でこんなこといつまでやるのかなってなるんですよ。です、ね、うん、これをしかしなこの冷房をやめるわけにはいかないよなって、うん、どこに出口があるのかなと僕は考えたんですけど、うんうん、今日話を聞いてて1世帯あたりの冷房の、まあ、エアコンの台数がね3台あるのを今1台にできれば、うん、これはかなり変わってくるってことになりますよね。マンションなんかはもう部屋がねスペース限られてるので、うん、間取りにもよりますけども、うん、1台でも全然冷暖房できるんですよね、うんうん、なるほどね、うん、そういうふうにもこうなっていくと、いわゆる、まあ、放射熱自体も減っていくだろうから、うんうんうん、それと 家というものをね、うん、あのやっぱりこう日本ってどうしても本当に何年か住んで、まあ、それは賃貸の場合ですけどね、何年か住んでまた住み替えると、あんまり快適性がないからとか広さがないからとか、それから住宅も例えばお金払って高い金払って作ったにもかかわらず子供さんはそこに住まずに出て行ってですね、うん、その家は結局また潰していくとかですね、うん、非常にこうなんか消費されるような家の構造になっていて、うん、こうなんていうか大事に使ってエネルギー消費を減らしてっていうのは、いわゆるエコの、うん、スタンスというか考え方と逆行してるような暮らし方をしてるような気がするんですよ。そうですね、これがね ここにやっぱり家に対する考え方の違いがね僕は出てると思うんですけど、うんうん、これアメリカと日本ですが、どんなふうにこれ読めばいいんですか。これはだから投資した額がちゃんと資産として積み上がっているかどうかっていう話で、アメリカの場合やっぱり耐用年数が長いので、ちゃんと初期投資をしてメンテナンスをし続けていくことで一つの建物が100年とか200年とか持つわけですよね。それによってそれが、30年住みました、誰かに売りますって時に価値が下がらずに売れるわけですよ。そうすると将来も安心ですよね、はい、あるいは次の世代にそのまま引き継げるとか、ちょっとだけメンテナンスして、引き継げるんで、それが社会の資産価値として積み上がっていくわけです。一方日本は初期投資はどんどんお金を払うんだけども、35年ローンを払い終わるともうボロボロになって建て替えなきゃいけないとかっていう建物が多いので、これ多いですね。資産価値が積み上がっていかないわけですね。だからそうすると次の世代もまた35年ローンを払わなきゃいけないと、トータルで払ってる金額がものすごく多くなる割には財産になっていかない、いかないですよね。35年後にじゃあ今3000万で買った家が35年後に3000万で売れるかって売れないですよね。そうですね。だそうなっちゃうとどん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 こう貧しくなっていくわけですよ、うん、この部分が。そうですね、失われてる価値、これもはっきり出ますね。でアメリカ人なんか本当だから自分のマイホーム買ったらもう中古をどんどん買ってね、はい、そこにこうもうペンキ塗ったりいろんなことメンテやって、でこれがまた高く売れるし、自分はまたその次のとこでっていうね。ヨーロッパはもっと長いですから、一つの建物300年とか使ってますから、
それはやっぱりあのちゃんとしたものを作ってそれを長く使うっていうのが常識になってる国と、もうどんどん古くなったら建て壊して新しいの建ててやいいやって日本はやってきたんですけど、それはもう成り立たなくなってきてるってことですよね。これだからつまりこうやって資産価値が落ちるから、もうこの家も持ってたってしょうがないから、うん、もう子供たちがいてもお前この家に住んでてもしょうがないから出ていくよとかね、うん、子供も出ていく、うんね、親もまあそういう勧める、うん、で結局それが親が死んだ時廃屋になって残っているとか、うん、っていうので今空き家がすごいことになっていて、ね、何百万戸かあるんですよね。まさにこれこれですよね。もうそのまさにここがつまりそういう状況を生んでるんだ。戸建てもそうだし、マンションも今老朽化でどうしようって管理組合がいっぱい頭を悩ましてます。そうですね、長持ちしない社会ってそうなんです、ね、ただこういうと、うん、ヨーロッパやアメリカとは湿度が違うって反論する方もいるんです、確かに湿度は日本は高いから、暑さ寒さだけで湿度もちゃんと対策しなきゃいけない。でもドイツの基準をもとに建てられたこういう家の方が、日本の一般的な家より湿度にも強いっていうのは、やっぱりそれは言い訳にはならないと思うんですよ。ちゃんと考えた家作り今まで残念ながらしてこなかったということなんで、そこは見直して対策を立てなきゃいけないし、対策すれば十分今からでもできることいっぱいあるので、ぜひ皆さんにやってほしいなと思っています。そうですね、まあ、やっぱり日本がこう他の国に比べて、例えば同じアジアでも韓国とかあるいは中国に負けているというのは、やっぱり気候風土がね、この湿潤なところですよね、温帯のね。もう最近温帯と言いにくいかもしれないけど、まあ湿潤であると。だから湿気対策、湿度対策のために家を作ってきたから、やっぱりこう住宅の考え方もなんかもともと違ってたんじゃないかっていう、ね、まあ、昔の古民家みたいな家はできるだけこう開け放ってスカスカですよね。で無断熱当たり前で、まあ当時はあんまり断熱って発想なかったんですけども、できるだけカビが生えないような家っていう意味では思想はあったわけですね、夏に。 でも今はやっぱり断熱という技術もありますし、湿度が上がらないようにする仕組みっていうのは作れるわけですよね。だからこうあえて何でもかんでも昔が良かったみたいな話をすることじゃなくて、やっぱりカビが生えない家作りを、新しい冬の断熱もできる、仕組みを作っていかなきゃいけないなっていうふうに、もうその技術はもうすでにあるわけですから、それはやっぱりもっと賢く使っていく必要があるのかなと思いますね。じゃないと先ほどその何十兆円ってお金が外に出てってるっていう、そうですですけど、それ必要なお金だったらしょうがないけど、それが大半が無駄になってるって本当もってバカバカしい話で、いやそう思いましたね、で結局それが日本の GDP この間まで3位だった、その前2位だったと、こういう時間が長かったわけですけど、でこれは日本はすごいぞと言ってたんだけど、かなり無駄なことをして GDP を上げてる、だけどその内実のところは非常にね貧しくてね、海外だったという、お金が流れてて、それがロシアとかね、なるほど、サウジアラビアの王族とかに行ってるわけですよ ね、結局お金をね、エネルギー資源を石油資源を中心として買っていると、それはいろんな意味で問題ですよ ね、でこれだけ経済もねだんだん日本もこういうふうに落ちてきた中で、もう少し暮らし方を考えなきゃいけないし、そうです、それからまあなんか僕はチープな感じがあるんですよ。もうどんどん使い捨てのこう国になってますよね、そうですね、家なんかがね、それをもうちょっとこう大事に家をきちんと作って、そこに長く住んでいこうよっていうふうに変えることで、そうですね、なんかいろんなものが変わっていくような気がしますけど、ね、ここにまあ思想に現れているのは、ただ住宅の耐用年数が低いというだけじゃなくて、日本の場合やっぱり国として GDP とか新築着工数というのが一つの経済の目安になっていて、それの市場主義に陥っていたということが言えるんですね。で人口が増大しているときは住宅を増やさなきゃいけないから、それを目標にしてたんですけど、今人口が減っているのに新築着工数が増えたら経済がいいみたいな発想で変わらないので、そこは非常に問題があるんですね。そうすると古くなったものは建て壊してどんどんゴミを出してどんどん作ろうって、つまり今の、国力が衰退した日本でそんなことやってていいんですかっていうのはもう立ち行かないですよね。本当ですね。これどうしてもお見せしたくてですね、これなんだか分かりますかね。これ何ですか。これあの寒い方の色ですよね。寒色から暖色まで移動してるなって、これ気候ストライプっていうもので、まあ、アメリカの研究所が出してるものなんですけども、これはあの1850年から2023年までの、まあ、平均気温を色で、まあ、表したものっていうなってます。
まあ、ご覧になるというより近年になればなるほどですね、ものすごく赤くなってますよね、はい、だから去年今年の暑さっていうのはテレビでも異常気象だとか言ってますけど、異常じゃないんです、はい、もう当たり前、なるほど、新しい当たり前になってしまってるんですね。はで、気候変動の進み方っていうのはものすごいスピードで、進んでるので、20年前30年前の値に戻ることはないんです。なるほど。だ、年によってちょっと色が変わることはもちろんありますけど、この移り変わりってやっぱ明らかにおかしいですよね。これはもう、もう本当にこのでも移動は異常な感じ、はい、でも異常が当たり前になってしまった、はい、だから私は去年から、去年やっぱり史上最悪の暑さだっていうふうにその散々言われてた時から、この暑さっていうのは今年だけじゃなくて、むしろ来年になったら2023年の方が涼しかったですねって言われますよっていうのをずっと言ってたんですけど、その通りになってますよね実際。で、今後また2024年よりも暑い日っていうのは必ず、年っていうのは必ず出てくるんです。で、その状況に備えて私たちもマインドを切り替えなきゃいけないですし、まあ暑さを我慢でしのぐっていう発想を本当にやめていただいて、その対応できる断熱をね、心がけて、まあそれは国もそうですし、自治体もそうですし、民間企業も私たち個人もやれることいっぱいありますから、はい、ぜひやっていただきたいなと思っています。そうですね、まあ、今年の本当に暑さっていうのは去年とまた違ってた、なんか私違うステージに入りつつあるなという感じがね、うん、しましたので、今日の話が非常にこうずしんときたんですけど、今日はですね、断熱のテーマにですね、ずっと取材をしてこられた高橋正樹さんのお宅に訪問してですね、いろいろと見させていただいて、そしてお話を伺いました。で、やはりここに来て初めてですね、この家の中の空気を体感することで、あ、断熱っていうのはどれだけすごいか、今日タイトルに書きましたけど、こんなにすごいのかっていうのをね、私やっぱり強く実感をしました。で、これが一人一人の暮らしを、まあ、改善していくということと同時に、やはり我々この日本人のですね、暮らし方そのものにも関わってくる、これをやっぱり変えていかなきゃいけないということもですね、強く感じた次第です。今日はどうも高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。